次に歌う曲も自分で作った曲なんですけど、すごく大切な一曲です。こうやって寒い中集まってくれた皆さんには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。そんな気持ちを込めて、次の曲歌いたいと思います。僕ら生きていく。ありがとうございます。